ロビンを仲間に加え、グランドラインを進むルフィたちだが、ログポースが空を示すという事態に直面する。空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中、大型ルーキーと称される海賊ハイエナのベラミーと遭遇する。空に島があるって？一体いつの時代の人間だよ。いいか、海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。ベラミーから売られた喧嘩をあえて買わず、嘲笑や暴力に耐えたルフィたちは謎の海賊と出会う。空島はあるぜ。海賊が夢を見る時代が終わるって？え？おい、ぜはははは。人の夢は終わらねえ。笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ。その後、空島へ向かう手がかりを得たルフィたちは、立ちはだかったベラミーを倒し、空島スカイピアへと到達した。空島での冒険を終え、深く損傷したゴーイングメリー号、一味はその修理をするため腕利きの船大工を求めて海を進む。その途中、突如ルフィたちの前に現れた海軍大将青木地と交戦。一味は全く歯が立たず、その力の差を思い知らされる。お前たちはこの先ニコロビンを必ず持て余す。ニコロビンという女の生まれついた星の凶暴性を背負いきれなくなる。ロビンについて不吉な忠告を残した青木地は、一味を捕らえることなく去っていった。その一件の後、一味を乗せグランドラインを進むゴーイングメリー号の眼前に目的地ウォーターセブンが姿を見せる。船大工たちからメリー号修理の査定を受けるべく、ルフィたちは造船会社ガレーラカンパニーへと向かう。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか？違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か？じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ、ウソップ。ああ、そうだ、それがどうした。絶対に俺は見捨てねえぞ、この船を。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろお前。ルフィ、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船が。バカ野郎が、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろ。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいい。メリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ。俺はこの一味をやめる。
確かにその船は船長であるお前のもんだ。だから俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー D ルフィー、俺と決闘しろ。もらったぞ、お前の衝撃インパクト。どうだ、チクシュゴムゴムのお前が俺に勝てるわけねえだろうが。メリー号はお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。ウソップと決闘し決別を告げたルフィたちはゴーイングメリー号を明け渡し宿屋で過ごすことになった。そこへさらに不穏な知らせが一味にもたらされる。チョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられていなくなっちまったんだ。ごめんよ、俺が目を離したから。そんな中突如として事件が発生。ウォーターセブン市長アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだ。アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコロビンだ。お前らの仲間だろうが。アイスバーグの証言によりロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受ける。一方フランキー一家を束ねる統領フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに燃え一味への復讐を企てていた。次こそ消してやるさ。さすがは1億の首、なかなか骨がある。さまざまな思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りてロビンを捕まえるんだ。ロビンの真意を知り奪還を決めたルフィたちはアイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り四方の島エニエスロビーを目指す。そこには CP9 に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった。両者は団結し仲間の奪還を目指す。町じゃごたごたあったけど、この先はここにいる全員の敵は同じだ。いいか、俺たちは同志だ。一方
先行してロビンを追っていたサンジはルッチたちに阻まれてロビン奪還に失敗。ルフィたちの海列車に合流する。同じく CP9 に連行されていたウソップは無事救出されていたが、一味を脱退していた彼は逡巡の末ある決断をする。話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人助けたいそうだね。そんな君たちを助けるのに理由はいらない。私も共に戦おう。私の名はソゲキング。ウソップは仮面をかぶったヒーローソゲキングに変装し、正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力する。しかしロビンたちは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。大監獄への航路の入り口、正義の門を抜けてしまうと救出は不可能となる。世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い、エニエスロビーでの CP9 との全面対決が幕を開けるのであった。